はいどうも、メダカッキーです。本日は巨大ガラス温室ガラスハウスの購入を検討中というお話です。はい、ガラス温室を買ってそこでメダカとかいろいろやりたいというお話なんですけど、普通にねホームセンターなんかで売ってあるガラス温室ではなくですね、お花なんかの農家さんが使うあのすごくでかい、はい、温室を、まあ、購入を検討してるといった話です。はい、どういった経緯かと言いますと、まあ、私実家が、まあ、兼業農家なんですけど、兼業農家なんですね。お米作ってるんですよ。まあ、その関係でですね、こう農地の斡旋と言いますか、こういうところに農地があるんで買いませんかっていうお話がですね、まあ実家の両親の方に来るわけですよ。でこの前両親とバーベキューしてる時にこんな話が来てるぞと。はい、まあ、このガラス温室ガラスハウスですよ、すっごいでかいガラス温室が3棟と田んぼまでついてんのかな、相当広い相当広いこの温室プラス田んぼが、まあ具体的な価格は言いませんけど、ありえないぐらい安いわけですよ。多分まあ今見てもらってる温室はね、何個かね候補を言われてきてるんですよ。はい、何個かあるんですよね、そのガラス温室とか土地とかが3個か4個かあったと思うんですけど、まあ、画像撮っちゃうとどこか分かっちゃいそうな気がするので、ちょっとイメージと、まあ、こんな感じです。はい、こんな感じの温室です。はい、で話が来てて、購入しませんかと。で普通だったら多分こんなガラス温室全部こうフル装備とかでしたらこう何千万とかかかると思うわけですよ。そんな何百万とかじゃ効かないレベルだと思うんですよね。はい、でおーっていうぐらいの価格です。あ、手出せるなーっていうぐらい、ちょっと頑張んないといけないけど手出せるなーっていう価格なんですよ。はい、でそれを買うかっていう話ですよね。まあ親が僕に言ったっていうことは、親はちょっとだけ購入してもいいかなっていうイメージを持ってるんじゃないですかね。で僕だったら何かしら使うだろうという話でね、何使うって言われましたけど、そんなねメダカは外で飼えるから、もう熱帯のビオトープを作ると、うん、まあ要はあれですよ、動物園とかにある熱帯の温室あるじゃないですか、あれ作ってあそこで熱帯のビオトープするみたいな、はあ、池作ってメダカじゃなくてこうね熱帯のメダカですよ、グッピーとかね、そんなのの温室を作るみたいな、もう美覚シダいっぱいもうこう下げるみたいな、下げるっていうかもうジャングルにするぐらいな、まあ、お前やったらそう言うやろなみたいな感じでうちの父は言いましたけど、ちょっとチャンスではある、本当に、はい、ちょっとチャンスではあるんですよ。この価格では手に入らないと思うので、購入者が現れないと多分ハウス自体は取り壊すと思います。はい、ハウスあった方がいいっすよね。ただの田んぼよりハウスあった方がいいじゃないですか。で僕はそこで魚を作って売るわけじゃないんで、まあ農協さんの方からおいとは言われないはずなんですよね。ただですね、農地として購入してるので、いくらかはちゃんと農地として使わないといけない。はい、でノウハウないですからね、うちの両親も僕も
鼻のねノウハウないんですけど、まあ、今から鼻農家しませんかなんか言っても誰も買うわけないんで、まあ、農協さん的にはねこんなのがいいんじゃないんですかみたいな提案はあるわけですよ。レモンなんかどうでしょうかみたいなねことを言われてるんですけど、そんなレモンなんて温室で作んなくてもって思わないですか。さすが農協だなと思いましたけどレモンじゃあねって。だからこう農協さん的にはですね、何人かこうそれなりにこうお金がある人たちがこう集まって買って、そのなんか趣味感覚でこうちょっと園芸するみたいなので、もう使ってもらってもみたいな感じみたいです。はいね、なんで農協そんなに一生懸命なのかなと思ったら、多分農協さんがこう建てたりするときにお金を貸してるのかなっていうね、まあ、勝手な、まあ、僕のイメージですけど、それを少しでもペイしたいのかなみたいなのかなって勝手に思ってます。はい、継ぐ人がねどうしてもいないわけですよね。だからこういう農地、耕作放棄地みたいなところが今から増えていくんだろうなと思いながら、ちょっとチャンスなんじゃないのかなと思ってね、親とね言ってるところです。はい、まあ買いたいねっていう話で一回話がまとまりそうだったんですけど、うちの親ももう70っすからね、うん、あと10年若かったら確実に買ってたと思います。僕もあと10歳若かったら確実に買ってました。結婚してなかったんで。はい、まあ、結局ねその話をしてる時にうちの妻がいるわけですよ。したらやっぱりこいつら本当に買いそうだなみたいな冷ややかな目で見られてたんで、まあやっぱりね普通に今仕事してるわけなんでね、そこでそんなね趣味でそんなガラス温室とか買ったらもう追い出されますよね。お前もガラス温室でキャンプしろって言われると思うんでまああとですね、こう購入したいけど二の足踏んでるのがビニールハウスじゃなくてしっかりとした基礎が入ってるようなガラスの温室なんで、固定資産税かかるんですよ。でその固定資産税が結構かかるらしいです。はい、ちょっと聞きましたけど、でそこでねうーんって言ってるところです。あと3つもいらないよなってよく考えたらですね、すごいでかいんですよこのイメージにあるレベルの音質ですよ。でかいでしょ。僕と両親とでちょっと熱帯のビオトープして、そこで少しね作物作っても余るレベルですよ。なんでもうちょっとねちっちゃいようなところ、もうちょっとちっちゃいようなところだとこんな立派なガラス温室ではないはずなんですよね。ガラスのハウスではないはずなんですよ。なんでねまあまあまだまあとりあえず今年いっぱいはまあ農繁期の時期はまだ大丈夫そうなんで、まあよく熟考してですね考えようと思ってます。はい、こんなのを買ってたらね、もう来年からいろいろ考えますよね。夢は広がりますよね、いろいろね。もうそこでね、何ですか、熱帯温室カフェみたいなのしそうですけどね。はい、まあそういう話がですね、まあ農家をやってると、はい、話が来ます。来るんだけど、結局うちの両親も僕も米とか麦しか作ってないんで、何もですねその温室で育てる作物なんかの勉強してないし、データの蓄積、知識の蓄積がないわけですよ。だからはい買いますってすぐには言えないよねっていうお話でした。はい、
今日はね、いい話が来てて考えてるけど、どうなんだろうなってなってるっていう、はい、お話でした。それではメダカッキーでした。バイバーイ。